どうもー、今日もこの YouTube チャンネルにアクセスいただきありがとうございます。今ですね、4便目をですね、メーカーでマイナスして、今から最終便をセットしに行きます。それでそいつを下ろしたら本日は終わりという感じになっております。今日はね、すげえ暑いですわ。ここ山口県防府市はですね、もう真夏日、夏日が25度でしょ、真夏日30度ですからね、おそらくね30度いってるんじゃないかなと思います。今ね、伊豆月川の外の温度計がね 29.2 度です。まあ多分今日はですね、全国各地で夏日、真夏日、真夏日を記録してるんじゃないですかね。そんな中、今日はですね、私が長距離トラック時代ですね、その頃に、まあ、見かけたセミトレーラーの運転手がロングヘアのすごい美人だったという話をしましょうかね。もうね、かれこれ、そうですね、30年ぐらい前になるかもしれません。いつの話してんだよ、このクソヤジと思うかもしれませんけどね。今そのロングヘアの女の人、お前と一緒ばあさんじゃねえかと。そんなこと、そんな声がね、なんか聞こえそうですよ。まあ、それはそれでね、ちょっと我慢して使わさいよということで。私がね、だからまあ30年、まあ30年としましょうか。30年としても、もう昭和が終わるか終わらないかですよね。その頃の話になります。平成元年だとか、昭和63年だとか。そのあたりだったのかなと思いますね。はい。そっか、平成には入ってるか。まあいいや、その辺のね、細かい数字は。でね、当時私がいた会社はですね、まあ30年くらいいたんですけどね、そこで、東京便がありました。で、元いた会社はですね、最初の頃、関東はですね、全線高速で行ってたんですね。山口県のですね、徳地インター。中国道の徳地インターからですね、中国道を終えて、名神、東名と行くわけですよ。まあ、中央道に行ってもいいんですけどね。まあ、東名の方を行きました。でね、どこのパーキングだったかな？確かね、日本坂トンネルの手前のパーキング。なんてパーキングだったかな？あれ、焼津インターを越えて、日本坂トンネルありましたよね。今なんか右ルート左ルートと確か分かれてたんじゃなかったかと思ったんだけど、でそんな俺ですね、そこのパーキングに入りましたわ。あのパーキングの名前忘れちゃいましたね。焼津パーキング。ちょっと忘れちゃいましたけどね。で、夜中ですよ、夜中というか、まあ全線高速で東京に向かってたんで、おそらくあの辺りがね、夜の9時とか10時だったかもしれませんね。で、まあ休憩してたんですよ。4時間走って30分の休憩ですね。しなくちゃいけないので、あそこが、まあちょうど霧のいい休憩場所になったんでね。
で、まあパーキングに入って、まあ休憩してたんですが、さあ出ようか。さあ出ようかなと言った時に、セミトレーラーがですね、当時そのパーキングは狭かったんですわ。で、目の前がね、トイレの目の前がね、ラインが引いて大型が止めるスペースだったんですけど、で、まあ当然トイレの目の前に止まるんで、で、さあ今からまさに出ようかなと、サイドブレーキを下ろしたところですよ。セミトレーラーがバーッとトイレの前に横付けしましてね、すごい綺麗なトレーラーだったんですけどね。なんでこいつ今からまさにこの俺様が出ようって言った時に、なんだお前よーと。で、まあまあいいかトイレぐらいと思ってね。でまあ思ったわけですよ。まあトイレぐらいいいわと思って。まあそんな5分10分もかからんだろうと。男のションベンぐらいは早いわと思ってね。そうしたらですね、まさにそのロングヘアの女の人ですわ。さーっと降りてきて髪がなびくわけですよ。おおっと、当時はね珍しかったですね。女性ドライバーがね、今でさえ女性ドライバー多いですけどね、結構あちこちで見ます。でもね、当時その女性ドライバーというのがね大変珍しかったですね。で、私も30代、まあ、30代でしたからね、もしかしたら20代だったかもしれないけど、で、まあ珍しいわけですよ。私たちがね、私がその20代だとかね。で、まあ、おー、女の人だと思ってね。で、ちょっと、おほほと。まあ、ちょっとだけじゃないがね。ちょっともっと優しくなりましたね。あ、いいよいいよ、トイレぐらい行っておいで、と。で、その人走っていきましたね、トイレにね。たーっと。よっぽどなんかね、漏れそうだったんですかね。多分ね、サイドブレーキ下ろした同時にドアが開いたような気がしますわ。パーッと。昔はですね、サイドブレーキワイヤーでしたからね、ガリガリって言うじゃないですか。ガリガリっと。今みたいにプシューっと、なんないじゃないですか。まあ、ガリガリっと、なったんじゃないですかね。そして、まあ、それと同時にですね、トイレの方に走っていきましたよ。パーッと。もちろん女性用に入ったんだろうけど、未だに覚えてますね。まあそれほどね、当時は女性ドライバーも珍しかったし、ましてやね、美人だったので、あっと思いましたよ。トラック野郎を思い出しましたね。トラック野郎も、数々、女のトラック野郎が出ますけどね、女のトラック野郎中なちょっとやろうって男ですけどね。モナリザのお経だとか、弁天忘れたな、八代亜紀はなんて言ったかな、紅弁天だったか、そんな感じですよ。あーっと思って今でも覚えてますね、ほんと。はい。まあ私が出入りしている倉庫だとか、メーカーさんの方でも女性ドライバー結構見かけますね。はい。で、トラックも綺麗なんですね、女性の人は。いつかね、トラック撮影させてもらおうかなと思うんですけどね。今ね、ちょっと荷下ろしの時間帯がね、ちょっと若干違ってきましてね、なかなか会って話をする機会がないのでね、今度車の会社の名前が映らんようにするから、
撮影させてと、どうぞと、あ、いいよと言われたんですけどね、なかなかその機会がありませんわ。すごく、すごくね、ピカピカしてますよ。毎日1時間、1時間だとかね、2時間ぐらい洗車して帰るらしいですけどね、お、素晴らしいなと思いました。やっぱりね、車を大事にする人ってね、いい仕事できますわ。それは、そこの会社にとってはね、すごくいい人材じゃないのかなと思ってしまいました。それでは私の方はぼちぼち倉庫に現着になりますので、この動画は以上になりますね。じゃあ皆さん、安全運転で参りましょうね。それじゃあ気をつけていってらっしゃいませ。